こんにちは。ワインスクールピエスコートを主催している米野真理子です。お家で楽しく、もっと気軽にワインを楽しんでいただくためのホームソムリエ、ホムリエ講座をやっています。今日は赤ワインの開け方についてお話をしたいと思います。まあ、これがよく使われるソムリエナイフなんですけれども、最近これ100均などでも売ってあります。ちょっと難しそうに思われるかもしれませんが、一番かさばりませんし、これを一つ上手に使いこなせるとちょっとかっこよくお家のソムリエ、ホムリエによりらしくなっていくんではないでしょうか。ではこれ3つのパーツからできています。このナイフ、これそんなにその尖っているものではありません。持ち方としてはリンゴの皮を剥くときみたいにこうやってしっかりと持ち込んでください、持ってくださいね。そして今度はここの部分、まあワインテコの原理で開けます。瓶の縁のところにかけるこのフックの部分、そしてコルクをコルクに向かって刺していくこのスクリューで、この持つハンドルでクッと上げていくという、この3つ、ナイフを使い、フックを使って、このスクリューを使って開けていきます。ではまずこのナイフをリンゴの皮を剥くときのように持ちます。どこを切るかよく悩まれるんですけれども、よく見てください。ここにボトルの細くなっているところから最初の境目、そしてもう一段階クリッククイックイッとなってます。これ実はワインの液が下の方に漏れる時の、まあ、漏れ止めというんでしょうか、ストッパーの役割を果たしています。やはりこのキャップシュール、金属製のものです。これとワインが触れ合ってしまうとあまり良くないということで、切る場所としましてはこの上ではなくて、この細いところから最初のこのストッパーになっているところ、ここをしっかりと切っていただくことがポイントです。で、深く差し込んでこうやって切るんですけれども、なかなか難しいと思われるかもしれません。古いワインや折りがあるワインの時には決しておすすめできないんですけれども、これはホムリエです。お家にあるカジュアルなワインを楽しんでいくための講座ですので、これ女性でも簡単に開けれる方法をちょっとお話ししたいと思います。まずまっすぐに切ろうと思ってもだんだんと手が下の方に行ってしまいます。これを防ぐためには刃を下から上に当てるということをまず覚えてください。ずっとここに当てっぱなしにしておく。そしてあまりこれは実際にソムリエの試験を受ける人たちにはおすすめしないんですけれども、白ワインですとか折りがないワインでしたら、ぜひちょっと斜めにして下から上に刃を当てたら、こっちボトルの方を回したらどうでしょう。そうするとあまり難しくなく下のキャップシュールを一周切ることができます。この一周きちっと切るということがポイントです。そして今このように円周一周切ったところに今度は縦に切れ目を入れます。まあ本当に垂直じゃなくてもいいですよ。ちょっと縦にグイグイグイッと切れ目を入れてください。こんな感じでしょうか。そうしましたらこの T 字型のようになったところを左半分、右半分、真ん中というふうに開けていただくと、そんなに難しくなく上に上がってくれます。いいでしょうか。これで一周うまく切れました。この下の部分をきちっと切っていないと、バナナの皮むきのように何度も何度もベロ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 と最後にこうやってね、手でね取っていっちゃうことになりますので、まずは下の部分をしっかり一周切って縦に線を入れて、左右真ん中というふうに開けていっていただくということがポイントです。そして、まあ、ここにカビがついていることがあります。これは決して悪いことではなくて、
ワインの蔵元などでは、このキャップシュールというのは出荷するまで貼ることがありません。その間は湿度の高い、まあ、ワインにとっていい環境で保存しているために、ここにカビがついていることはよくあることです。ただきちっとしたコルクを使っていれば、上についているカビが下のワインに影響を与えるということはありません。ですからここにカビがついていても、その場合にはちゃんと表面を拭いていただければ、よくこのカビがついていることだけで酒屋さんにカビがついてたけどって返品する方がいますが、その心配は本当はないんですね。ここは拭いていただければ結構です。そして肝心のこのコルクを抜くという作業なんですけれども、よく皆さんがまっすぐに入らないんですという方、そして途中で折れてしまったんですという、この2つの悩みを聞きます。3つポイントがありますから覚えてください。まずは中心に垂直に刺すということ、そして2つ目はできるだけ深く刺すということと、3つ目は1回で開けようとしないでください。まあ2度もしくは3度でもいいです。分けて開けるということをやってみましょう。ではまずポイントです。よく中心に差し込むといったときに、このようにまっすぐに立てていらっしゃる方がいます。これではまっすぐに入っていきません。スクリューというのは形によっては向きが違っています。要は垂直に真上から差し込むということが必要です。今このスクリューですとこう斜めになってますので、このままいっちゃったら斜めに入っていっちゃいます。スクリューはできれば上からダイビングさせるようなイメージです。グイグイグイ。ですから最初これくらい斜めでも大丈夫です。上からということを意識していただくと、一周する頃には立ち上がってきます。そしたら手首を半周ずつ、1、2、3、4、5、6、7、回しすぎじゃないのと思われるかもしれませんが、コルクというのは実はお値段によって長さが違います。長く熟成させたいなというワインの場合は長いんですね、コルクも。ですから途中までしかお迎えに行ってないと、せっかくワインが漏れないようにきっちりとくっついているコルクです。君だけ上に行っちゃって、僕は残るよということで離れ離れにちぎれてしまいます。ですからできるだけコルクの下の方までお迎えに行ってあげる。目安としてはスクリューの半周残すぐらいまでお迎えに行ってはどうでしょうか。そして上に上げていくようなイメージで、さっきのフックの部分をしっかりとかけます。このまま上げようと、ハンドルで押し上げようとすると、ガラスとこの部分でチップしてしまうことがあります。できれば手で支えてあげて、コルクを上に向かって上げるようなイメージです。最初無理なく開けるとしたら、だいたい指1本分ぐらいじゃないでしょうか。そうしましたら、今コルクがこういう力でなんとなく背中こう曲がっている感じです。これをもう半周でもいいです。半周していただくと、こう曲がってたコルクがこっち側に来ました。で上に上げていただくと、まっすぐに上がっていきます。クククククこれでうまく抜けます。最後に気をつけていただきたいのは、ちょっとコルクの方が差し込んだスクリューよりも短かった場合、このように先端が飛び出ていることがあります。このまま勢いよくキュッと抜いてしまうと、ここで手をグサッとやってしまうことがあります。最後の時にはこの親指、支えてた親指は少し下げる、もしくはギリギリまで上がってきたなと思ったら、手でこうやって抜いていただいてもいいかなと思います。このようにしていただくと、コルクというのはまっすぐに確実に抜くことができます。ですがポイント3つありました。垂直にというのは、中心にこの針を上からダイビングさせてあげるようなイメージ。2つ目のポイントは、途中までじゃなくてできるだけ下までお迎えに行ってあげる。3つ目のポイントは、いっぺんに開けてしまおうとせずに、焦らずに2度3度少しコルクをずらしていってあげながら開けていただくと、コルクがまっすぐに上がってきます。で外す時も両方から1、2、3、
し、これくらいでコルクは上手に抜けます。それではホブリエ引き続き頑張ってください。